皆さんこんにちは、ドクター秋吉です。今回は2022年に流行りそうな整形に関してご紹介いたします。整形というのはコンプレックスを解消するものですけども、やはり流行りしたりというものがありますので、ご興味がある方はぜひ最後までご覧になってチャンネル登録をよろしくお願いいたします。2020年流行りそうな整形、ズバリ毛根ひだ形成です。皆さんえっと思うかもしれないですけども、目頭切開の逆ですね。毛根ひだをあえて作ってあげる手術ですね。切りすぎた目頭切開の修正とか、近すぎる目を改善するために行われる手術です。平行にしたいから目頭切開をしたいとか、垢抜けた感じにしたいとか、目と目が離れてる間から目頭切開をしたいって方が多くて、目頭切開の圧倒的に需要が多いんですけども、どうして毛根ひだ形成かと言いますとですね、韓国のアイドルグループのオヨンさんとか、脱出を独り島のジアさんとかの顔がすごく人気でして、実際に僕のお客様でもそのお二人の顔写真を見せてですね、こういう風になりたいっていらっしゃる方がすごく多いんですね。お二人の顔の特徴として、毛根ひだがですね、むしろちょっとあえて残ってる感じなんですね。ナチュラルな顔、涙袋とか唇がぽってりしててですね、可愛らしい感じ。顎とかもあんまりシャープすぎずですね、なんならちょっと少し短いぐらい。お二人が整形するかは分かりませんけども、整形感のないようなナチュラルな顔なんですね。2021年に大流行したチャイボーグとはまた一線を画すような、そういったお顔が今すごく流行ってきてます。なので目頭切開のような、目を尖らせるような、いわゆる整形感が出てしまうような類の施術ではなくてですね、毛根ひだ形成のようなですね、あえてですね、目頭を丸くしてちょっと幼いような、あどけないような感じにする印象の整形が流行ると思います。今年はですね、オニョンさんとかジアさんのような、そういったナチュラル系の可愛い系の顔が流行ると僕は思ってるんですけど、毛根ひだがあるという特徴以外にですね、二重の形も末広二重といって、目尻に向かって広がる形、あとは涙袋ヒアルロン酸ですね。涙袋はちょっとポテッとして可愛い感じの目が流行ると思ってます。唇も明らかなアヒル口、M 字リップとまだいかないですけども、ポテッとした唇ですね。そういった唇がまた可愛らしい感じで流行ると僕は思ってますね。顎もですね、この E ラインを強調するようなシャキンと尖った顎というよりかは、もともとナチュラルな顎を生かしたですね、少しまあ四角かったりとか短かったりたりするような、顔が短いっていうのはやっぱ幼くですね、あどけなく見えるので、そういった顔が流行ると思ってますね。ここまで紹介したデザインですけども、実際ですね、大人気のオニョンさんとかジアさんの顔を参考にして解説していきたいと思いますね。こちらがですね、オニョンさんのお写真ですけども、毛根ひだはこの方すごく張ってるわけではないけれども、かといって逆にですね、目頭ピッて切って綺麗な幅広平行二重ではなくてですね、あくまでナチュラルの幅の二重で、毛根ひだも少し残ってますよね。涙袋もまあぷっくりした感じですし、あと唇がかなりポテッとした印象、顎はちょっと丸くてですね、あんまりシャープな顎ではなくて、あくまで短い顔の印象っていうのは強いですよね。これがやっぱ今流行ってる顔でもすごく持ってこられる方が多いです。イカゲームに始まってですね、韓国ドラマ日本で流行ってますし、去年の末ぐらいからですね、こういった顔は韓国ですぐ流行りだして、今日本でもどんどん流行りつつあるという状況で、2022年はこういったお二人の顔みたいなのが大流行すると思ってます。続いて、脱出を独り島のジアさんですね。ジアさんのお写真もすごくお客様から見させていただくこと多いんですけど、この方もですね、くっきり平行二重というかはやや末広の形ですよね。左右差ありますけども、こういったらやっぱ張ってますよね、片方の目と。あとはやっぱ唇がポテッとした感じで可愛らしい感じ、輪郭も少し丸みを帯びていてですね、顔短い、どっちかと童顔な、あどけない顔だと思います。こういった顔がですね、これからの流行になる顔ですね。二人とも整形感がないナチュラルな可愛らしい系の顔だと思います。2022年に流行ると思うお顔の予想だったんですけども、整形に流行りしたりがあると申し上げましたけど、じゃあ流行りに合わせてですね、自分の顔を変えるのか、流行りに合わせて整形するのがいいかというとですね、ヒアルロン酸とかは流行りに合わせていいと思うんですけど、切開する手術っていうのはですね、流行りに合わせてやるっていうのは良くないと思いますね。自分の顔ってのはここから何十年と続いていくものですから、流行りというよりかは一般的に美しいとされる、いわゆる黄金比に基づいた美容整形がいいと思います。毛根ひだ形成、最初に言いましたけど、極論な話で、もともとですね、毛根ひだがないような綺麗な美しい目の方がですね、あえて自分で毛根ひだを作るっていうのは切開する手術なので、正直あまりお勧めはできないですね。もちろんまたチャイボーグのようなくっきりクールビューティーみたいな顔が入る時代は必ず来ますので、毛根ひだ形成したいと思い切るのかってなってくると、もちろん傷跡の問題もありますので、あまり流行りに踊らされるっていうのはお勧めできません。メイクとかヒアロさんなど、そういったですね、何度でも変えれるようなものであれば、どんどん流行を追っていただいて、日々のメイクとかファッションを楽しんでいただくっていうのはすごくいいと思います。はい、ということで今回は2022年に流行しそうな美容整形の予想をいたしました。当院ではですね、僕が本当にいいと思った施術を自信を持ってお客様にお勧めいたしますので、ぜひ一度無料カウンセリングにお越しください。この動画が良かったと思った方は高評価ボタン、チャンネル登録、インスタグラムアカウントのフォローをよろしくお願いいたします。またコメント欄で動画への質問や感想もどしどしお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。